いや、別に。あー、かけちゃった、危ねえ。おい、人間じゃないか。どういうことだよ。本石じゃん。ミサスケの頭3つ集まりました。全然どこら辺なんだろう、プデスマップからしたら。あっちだよね。だから、どっちから来たんだ。あっちは西から来た。西だ。西から来たんでしょ。ってことは、俺の初期リスから見て西側は絶対にある程度は範囲内なわけだ。まあそうだ。そうなるとちょっと気持ち的には西側を探索したい気持ちはあるよね。いや、わかんない。でもネザーで動いたから。例えばさ、ネザーで東に進んでて現世に来てから西に進んで今ここにいるとかだったら、一回マップ外経由してとかって可能性もあるよな。それなかなか厄介だけど。いや、わかんねえな。一回ちょっと方角を、まあ普通に歩いて帰って、歩いてはめんどいな。どうしよう。方角チェックするか。まあ室内の初期リスに行く必要ないかもな。まあ必要ない説は。ぶっちゃけ別に俺自分は、一応もう一回行けるかとか確かめておいて、うん、この後別に自分の、まあ、最悪だから俺がさ、うん、あのネザーの痕跡たどればさ、うん、お前らのとこには行けるわけじゃん。そうね。じゃあそれか俺さらに奥行ってみる、ありかなって思って。ネザーで行くのはなんだかんだだるいんだよね。やっぱ行くたびにゲート使わなきゃいけないし。まあそうだよな。ネザーの移動も結構まっすぐ行けないから、なかなか、うん、なんだかんだ移動距離稼げないしっていうので、今回たまたまめちゃめちゃ移動に使える時間3倍以上ではあると思う、うん、4倍だっけ。あ、ロードストーン4倍だっけ。3倍でしょ。いや、4倍でしょ。変わったでしょ。あれ4倍か、うん、あのロードストーン今使うか。あー、合流地点に置いとく。ロードストーンコンパス。コンパスがないでしょ。はコンパスをロードストーンに右クリックするだけで登録できる。あれ、なんかロードストーンコンパスみたいなアイテムなかった。あ、それはコンパスでロードストーンをクリックすると変化する。あ、そうなんだ、うん、うわ、レッドストーン持ってくれよかった。持ってんだよな。マジ。うん、俺んとこ行く。行くか。一旦行こう。ちょっと一旦行って、うんうん、ちょっとロードストーンコンパス作ろうじゃん。オッケー。めちゃくちゃ踊ってる。あ、黒曜石どこでゲットするのが一番いいんだろう。ダメだ。スマイルはもうずっと探してるといい。じゃあお前はずっと探してればいいよ、スケルトンの頭を。もう3つあるけどね。1人で3つ集めたから。すごいな、痕跡が見つかったのは普通にすごいな。ちゃんとそのやっぱ現世組が合流してくれてるのはありがたい。ネザー組はネザー組でやることがあったからあれだけど。で、いよいよ俺は次ネザーからの脱出が僕の次のテーマになってくるわけですよね。主題もう誰からも通話がかかってこないのである。いや、待って、一回もう一回戻ろう、もう一回戻ろう。ああ、まあ、一旦今日中に、どんぐらい来たかな、今。16日目の夜から来て、今ちょうど30分だけど、実際にダッシュしてる時間っつうのは多分15分とかだろうから、まだ多分5000。5000も来てないな。4000ぐらいしか来てないかな、今来たには。いや、もうちょっと来たな。今5000ぐらいかな、多分。いや、そんな来てないか。そんな来てないな。今4000だな。めちゃめちゃ合流スムーズだよ、多分今回。あとはシンプルに時間が短くなってるから、前回より難しいけど。痕跡置いてない組がね、あとは走り回って見つけるだけ。でも言うてもあと60日か。まあ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 。まあ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 、いけるじゃん。一旦だからこれは西か。西ぶっぱですね。前回。いやーもうここでさー、集める？これ。いい警告ですよ、これ。19日目。いやー、ちょっと何かしらやっぱり進捗が欲しいので、これはね、いきます。思ったより深くない。思ったよりも深くない。現場からは以上です。あら。そろそろ1個目出た？ん？いや、まあ、俺は聞いているよ。え？え？何をですか？え？ユタスケがもう頭揃ってること。え？え？あ、聞いてない。聞いてない。あ、聞いてないか。ああ。え、なんかもう仲間が揃えてくれたらしいよ。え？本当に？ガチ。あ、ドロップ増加さんか。いや、わかんない。そんなことできなくない？あ、いや、ドロップ増加さんの剣が。え、取れたの？そうそう、持ってるみたい。なんでだろう。もう揃ったらしいよ。ちょっと事実確認してもらいますね。それは別に、どうぞお好きにやってください。本当に？いや、まあ、どうやら。シャークイン枠。おー、
あ、ちなみにシャー君と合流したよ。まだでしょ。あ、まあまあ、痕跡は見つけた。まあまあまあ、あ、それをもう聞いたわ。ああ、なるほど。これ、何？ポジショントーク？ポジショントーク始まる？これ。ああ、いや、なんか、見つかった、誰とも合流してないし、ウィザスクの頭も揃えてないなら何してるのかなって思って。それはマジでそう。それは、それはマジでそう。俺今日、この20日しか何もしてない。シャー君の場所を分かったらなんか分かるか。まあちょっと2人の、まあまだ気が早いかもしれないけど、位置関係は知りたいですね。そうだね、なんか30日目ぐらいに来るって言ってた。30日目に行くって言って、はい、あの、やつは言ってました。どういうこと？なんか、ちょっとまあ、あれじゃない、なんか、家の用事みたいな。あ、家の用事か。もうしょうがないですよ。うん。え、レアバイオームはある？レアバイオームは、まあ、言ったよね、桜はね。桜はほぼリスティなんでしょ。まあまあまあ、でも、あのね、めちゃくちゃ近くにいっぱいある。でかい。あ、でかいし、本当に中いっぱいある。桜ってどこにあるの？ちょっとした平原？ちょっとした高い平原というかね。そういう感じかな。まあ、見たら一発で終わるから。建造物系は何も見てない。建造物見てない、ね。全焼基地。あと、ジャングルの寺院。はいはい。ジャングルがまだ見つかってないな、それで言うと。おい。おい。うっす。でも。うるせえ。はい。じゃあ、はい。あ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 、じゃあ、はい。はい。はい、はい。気まず。8年目でも、この気まずさ。これ、これ、またね、ほんま。いやー、本当に？事実確認する？お？え？え？え？ぽいぽいぽい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。事実確認しよう。あ、もしもし。もし。あ、事実確認なんですけれども、ウィザースケの頭3個って本当ですか？これガチです。これガチ？金時がこう、虚言吐いてるかと思ったら、うん、ガチか。でもね、ガチなんですよね。なるほどね。はい。え、じゃあ、まあ、疑っちゃうよね。疑っちゃう速さだよね。疑ってるね、まだ。え？本当に？さあね。まあ別に集めたき集めてもいいよ。ああ、まあまあまあ、なるほどね。え、じゃあ、待って、討伐はどうするの？あれ。討伐戦略、誰？え、ウィザーの。そう。まあ、ウィザーはもう時間かけて、どっかのリスポーン地点に全員で固まって、ゴリゾンビやるしかないんじゃないって思ってるけどね。ああ、ゾンビアタックで。でも一旦合流？まあ、合流して、俺含めて誰かと合流したタイミングで、討伐、タイミング見てって感じじゃない？はい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 。あ、集まった！やったー。両で、はい、じゃ本当で本当ね、はい、はい、本当です。今集まったっていうのは黒曜石のことで、これでようやく僕は現世に出ることができます。お、ありがとうございます。はい、じゃあまあで現世出たらまたなんか、あ、はい、わかりました。はい、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、いやー、やったね。でね、ちょっと思ったんだけど、これ多分ここに置いとくとね、俺絶対ガス狙われる気がするんですよ。なのでちょっと隠居します。ゲートはちょっとこう、なんかこういうちょっとこう隠れた空間に作ろうかな。秘密のネザーゲートを作ります。ちょっとガストが本当にこの辺ちょっと出没被害が多すぎるので、あまりにも。あ、でもこういうところ松明置いてないって考えたら意外と遠くまで来てるのかもしれんな。確かに結構海長かったの。ああ、みんなあれ、これ誰が知ってるの今。誰も。いや、一応ブルークには行ったけど。あ、どうしようか。あ、まあでもね、ま、もうすぐ終わっちゃうからね、今日が。うん、まあ聞かれたら言うか。まあ聞かれたら言おう。情報がな、なんかいろいろ錯綜してたからな。そう、して余計なこと言うのも。確かに。シャー君とブルークは何あれ。え、ガチっぽかったの？いや、なんか最初ガチかと思ったんだけど、うん、なんか俺も合流したみたいなこと言ったら、うん、なんか急に焦り出して、なんか、いや、さすがに嘘でしょみたいな。あ、なんかわかんない、あ、意図が。いや、てか結構海長かったな。長いね。結構遠くね。結構遠いかもしれん。まあ、一応じゃあキリアの職立にロードストーン置いとくわ。うん、俺が最悪、まあもしどっかでやらかしてても絶対そこ行けるから。うん、まあそうしよう。コンパスも俺何個か持って歩いとくわ、
そう、誰かにロードストーンコンパスにした状態で、え、そうじゃん、え、天才か、出会った人に渡せばいいんだよ、うん、そうだよね、え、やばくね、これ、おいおい、言ったじゃん、世界変えるって、確かに世界変わるかもしれない、さすがに、おいおい、さすがにすごいかも、ちょっと簡単になっちゃうかな、これ、悪いな、これ、確かにな、まあでもね、使えるもんは使わないとね、うん、まあ、てかもう19日目か、おい、痕跡見つけたことを中野と剣時にしか言ってないから、キリアンとスマイルブルークが伝えてくれてないとダメなんだけど、電話で伝えらんねんだよね、俺が伝えてくれてるかな、なんかそんなピンポイントでキリアンとスマイルに電話してるとも思えないんだけど、ブルークが絶対してないだろ、見たねえな、これ痕跡として、てかブルークあの痕跡めちゃ どんだけ集めてんだよ、どんだけ砂掘ってから進んでんだろうね、インベントリーパンパンにしてもなんかあの痕跡の大きさだったら一番も持たなそうなんだけど、ブロック量的に20マスぐらいに1個さ4マス使ってたじゃんくっそ目立つけどさ、実質5マスに1回ぐらいさ1ブロック置いてるのと一緒だから、ちょっと大変だと思ってたわ、いやまたこれまた雪か、スイートビルは35個だ、なんか思ったより雪原ばっかなんだけど、全然雪のカーペット置く時がない、今やっと5000ぐらい来たかな、北に、まあ、一旦痕跡置き終わったらブルークのとこの位置確認するのもいいんだけど、次にやるお仕事はあれがやりたい、やっぱネザートンネル開通して移動しやすくするお仕事したい、それでこれのネザーゲットある、行ってみよう、金ない、ないことないよね、ないことないよね、そんなわけない、止まってんだこれ絶対、いてぇ、なんで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 、待て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 、なんで、なんで、子供いるから、待て、これ戦ったことないんだけど、戦ったことないんだけど、絶対強いじゃん、よし、こっち来てこっち来て、いい、じゃあ俺は子供もらってくせ、キングロック諦める、子供持ってったら急に静かになったな、ふよっしゃ、やっと着いたー。さよなら。まあ、でも一応こっち側に痕跡残すけど、どうだろう。いや、また海だー。北に向かいます。お、金ある、金ある。金あるね。これだね、だけあるね。やばいやばい、これ。あー、ボート持ってかれるんだ。持って。よくやった。なんかでもこう、今更ながらね、天空橋をね、それなりに理にかなってるのかもしれない。あれって、あれの何がいいかって、その地形に左右されないんだよね。こういうめんどくさい地形を。行かなくていいという利点がある。まあ、見やすいとか、そういうのもあるけど、まあ、結局、ただ起き続ければいいという、無限の鍛錬があれば、いけるっていうのがいいよね。そう。実際それをやるかどうかは別なんだけど。それはちょっとだいぶ、行かれてる野郎しか多分できないんだけど、そういう意味ではいいと思うんですけどね、全くやる気にはならないですね、さすがに、まあ今回もやってないでしょ、さすがに今回はやってないでしょ、チェーン、まあ、確定でハードだなこれ、食料もないんだよね、よくよく考えたら、はい最悪、溺れてるお前は一回チラ見で、おぉすごい、ここ一旦ね、一旦見に行こう、金だー、鉄がないかー、なんでだあーそうだよ、いける、作るためによ、ダイヤあるの、木がねえよこれ、おお金いっぱいあるの、いや違う、ダイヤじゃねえこれいやもうこれ挑むか、挑みに行こうもこれ、これでも行っちゃうぜこれ、どうせならよ、よし、これで作業台作って、レッツ下へ、この辺でいいか、痛すぎる、で、そっか、金も焼かないとこれいけないのか、ちょっとだるいですね、さあ侵入です、これがこれで来るのか、あいつが、
音なかったって今。まあ一旦鉱石集めて今回は終わりになるかな。まあまあ一組見つかったならそれでいいんじゃないでしょうか。私がいくら何も生み出さなかったとはいえ、80日後に合流するワイテルズという全体の進捗を見た時の進み具合は悪くないです。私個人といたしましては、非常に誠に遺憾であります。サドル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 ルルルルル。ある。あるやん。あるやん。いるやん。でも、海を渡れないか。あれ？いっか、じゃあ。別に大したことないか。あれ？いやいや、やめろって、お前。地球は一つなんだからよ。ああ！強っ！マジ。強すぎるんですけど。マジで。強すぎるんですけど。まあどうしよっか。こっからネザーは行かなくていいか。どうしよう。方向はとりあえず行きはしたもんな。もっと行く？もっと行ってないんだよね。シャー君がどれ見つけたか気になるな。ちょっと聞こう。バイオーム、あれないやん。お前、お前らないやん。なんか斜めに進むか。このね、広さだったら斜めありだよね。ドアとかつけて、それっぽくしとっか。これで、目立つようにね。1、2、3。開けたな、お前今俺の家。てめえ。てめえ、勝手に入ってくんな。ここ俺の家だぞ。上じゃないよ。とぼけたって無駄だよ。もう俺の家なんだよ。ねえ、勝手にガチャガチャ開けないでもらっていいですか。一応うちの家なんですけど。俺の拠点なんです、ここ。確かにお前らからしたらただ別に洞窟変わんなくねとか言うかもしんないけどさ、違うんだよ。ここにはたくさんの道のりがあって大変だったっていう話があるの。さあ最終日でござんす。ここにゲートがねできる予定なんですよ。絶対ミスんなよ。1、2、3、4、5、 OK、 よしできたー。ついに現世ひっくー。低いとこ来たー。ディメンすぎー。まあ、そうなんだよね。前もそうだったわ、そういえば。いや、そうなんだよ。ネザーで、ネザーから帰ってこようとするとこうなるんだよね。またか。ちょっと待って。これまたさ、これキノコ島のやつちゃうん？これ。お、あれか。へぇ、おー、メジストジオードは、なんでもない。すごい、反応した洞窟に来ましたよ。綺麗だねー。これでも下行ってんだよな。すげえ。ちょっと上を目指したいんですよ。あ、ここ上目指せそう。まあもうちょっと階段掘りで頑張るしかないか、多分。よいしょ。しばらくこの拠点はお世話になりそうだから、とりあえず地上に出るまで掘り進めていきたい。ちょっと夜になるまでに地上に出たいよ。さすがにここで終わりはちょっとやだよ俺。さすがに頼む頼む頼む。マジで間に合え。あ、出れた。ちょっと待って。海の中、すっごい海、すっごい海来た。また水の中エンドか俺。早く来いって。ちょっと止まんないからね。ああ、馬乗ってかねって言おうとしたけど。いやないよ。あ、サドルあったら乗ってるよ。ある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 。え、あんの？ある。だから来た。え、じゃあ乗ろうよ。乗ろう。え、でも何個？ニコ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 。え、ニコあんの？あらあ、神じゃん。何それ。そう言ってんだよ。えぐ。あー、いけたいけた。スマイルスマイル、サドルちょうだい。いけたいけた。はいはい、サンキュー。行くか。あれ、これ届かん。あ、届くわ。じゃあ行くよ。うわ、森ん中はちょっとやだな。やっぱ結構早いな。割と良固体な気はする。なんかめっちゃ引っかかってんな、あいつ。いけね。ちょっと待って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 。あれ、どういった。待って、開いた。オッケー。桜
桜と雪山の前哨基地っていうなかなかエモいエモい前哨基地。桜金時でしょ。ああそう。でもまあなんかここ自体には痕跡はなかったから。あーあった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 、あれです。なんだあれ、何あれ、天空橋またやってんじゃん。いやまあまあ天空橋はやるでしょ。ロマン感じるのかやっぱ。ロマン感じるよね。でもあれ葉っぱだから今回の天空橋。はい、ここでーす。ようこそ。だぜ。さっき頼む、さっき作ってくれ。え、リードあんの？どういうこと？リードあるんだ。なんで？なんで？え、なんでリードあんの？いやまあ、よかったー、持ってきといて。ロードストーン、これマジ爆発とかされたら終わるからさ、補強するよ。これ俺たちをつなぐ希望になる。じゃあ。え、火事台？火事が、火事台？あれ？これダメか。何してる？いや、別に。え、何？風邪だと思ってんの？え、かっ、え、かっこよ。どうだね、どうだね、この装備。まるで冒険者だろう。いいな、それ。じゃあ、作っちゃいますよ。はい。いっぱいあっていいよね。6個作っとくか。OK、うん。いや、さすがに6個は無理か。6、4、24。まあ、作れるだけ作るわ。あ、全然3個だった。はい、え、3個だけ？何やってるの？鉄がない。鉄あるよ。ちょうだい。はい。どうした？いや、これなんか近づくと。はい、もしもし。どうも、どうも。あいす、あいす、あいす。どう、なんか、また。痕跡見つけましたよ。誰の？え、痕跡？ブルークの。ブルークと出会ったの？ブルークの痕跡見つけた。うん。おお。まあ、実質もう、ブルークとは交流できる。マジか。え、だって、ブルークは、どこだ？ブルークは、メサダの砂漠の人。ああ。なんか、赤砂で痕跡置いてて、普通に見つけた。シャー君はどっからどう行ったら出会ったの2人。あ、本当だったんだ。俺はめっちゃ北に向かってる時に普通に出たの。痕跡を見つけた。あ、そう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 。え？いや、言われてなかったんかい。ブルークから。あ、言われてないよ。ああ、誰にも伝えてないな多分。はいはい。え、まあ、ブルークがどっちからどっち。ブルークが東西伸ばしてたな、その時は。ああ、そのブルークの初期率から見てどれぐらい東西なの。あ、桜だ。わかんない。それはまだ、俺はまだね、ブルークの初期率まだ行ってない。一旦スルーした。うん。はいはいはい。まあまあ、いつも二人は合流できますよ。シャーク南北にどれぐらい言われたこと半数してる。北に、南に1万。1万。南に1万。北に6000ぐらいはもう聞こえてる気がする。え、初期率から1万、北に6000。うん。で、どっちや、どっち見て。北側だ。北側にブルークがいた。北側にブルークがいた。あー、でも、南1万でしょ。で、何もなくて北に6000でブルークでしょ。私は南だったから。南寄りじゃね、京都。まあそういうことね、俺南寄りで終わる。終わるぞ、ね、20日目。終わ、はい、っちゃう。まあいいや、 OK、 分かった。じゃあ、まあ引き続きは地上で、はい、中分が、うん、中分が、うん、日付の頭集め終わったっていうのは。え、マジで。え、日付の頭集め終わったの。なんで聞いてないじゃん、何でも。え、いや、そんなって言われても。なんで聞いてないんだよ。いや、知らないよ。知っとけよ。ああ、まあいいか。危ないよ。あ、OK。 じゃあ、うん、俺も地上で。なんで知らないで。なんでって言われても。でも中村が伝えとくって言ってたよ。そっか、まあ、終わるやん。はい、じゃあ20日目終わるぞ。終わっちゃう、20日目。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、お疲れです。そう、コンパスよね。あー、コンパス何個作るの結局。ここに入れた。とりあえず5個できた。俺も2個持って誰かに渡すわ、これ。うん、じゃあ俺3個持つか。行くぜ。 OK、 これで今日は終わりだ。バンバンバン、3つできた。ナイス。あ、壊れてた。ほら、補強補強。さあ、これで、これで、おお、刺してる刺してる刺してる。すごいぞ、革命だ。さあ、あとは全員をここに呼んでくるだけだ。最高の終わりじゃん、これ。よし、ロードストーン明日も頑張るぞ。頑張ろう。